で6下大好きすぎてこうまだある、やばいやばいんですよ、やばいんですよ。あ、そうだ、お姉ちゃんね、これいるか聞かないと。いる？でもいるだろうな、いるだろうなって思って取っとこう。あとは使うやつだな。こんばんは。よいしょ。あ、すごい。見て、眉毛綺麗になったよ。じゃーん。綺麗な眉毛になりました。初めてサロンに行ってみ、行ってきた。もらいます。はーい。はーい。もうさ、なんか舞台でもさ、舞台、基本そういう地メイクとかなんですけど、なんか舞台ってなるとアイドルメイクとは全然違うじゃないですか。それ用でちょっといろいろ買ってきたんですよね、前に。じゃん。ずっと気になってたイソフラボンの UV 乳液買ってきた。これ買ったらこれもらった。すごい、クレンジング洗顔もらいました。なんてお得なんだろう、こういうものたちを。ちょっと、あ、なんか割れてる。あ、これもう使わないかな。いやでも割れてる、割れてる。ごめん、ゴミ袋がない。ちょっと外に出して。でも私さ、普段さ、アイメイク、そのアイシャドウとかって、あ、アイシャドウじゃなくて、そのアイブロウ、はい、違う、マスカラ、間違えた。もうマスカラってずっとさ、ブラウンを使ってたんですけど、舞台とかになると黒がいいから、見て、黒の、黒系のものを買ってきました。黒のアイラインとマスカラと、でこれ赤、赤っぽいアイラインも買ってきた。こういう、なんかね、こういう粘膜に入れると目が大きく見えるんだって。で、今回やるのが、やる役が金髪の子だから、明るい眉マスカラとかアイブロウパウダーとか明るいペンシルとか買ってきました。何？舞台のメイクも自分で。そう、基本確かね、自分だった気がする。家族の話の時自分だったんですよね。あとこれ、ほら、やばい、ハンドクリームいっぱいある。シャネルのハンドクリーム、これはガタ姉さんから誕生日プレゼントで、去年、そう、去年かな、違う、おととしだもらったやつ、いっぱいある。ハンドクリームのにいっぱいあるんですよ。で、今日見て見て、リップモンスター、今日じゃない、今日、今今日だから今日って言っちゃった。リップモンスター買いました。憧れの日光浴っていう色なんですけど、めっちゃ可愛くって、そう、可愛くない？リップモンスターずっと欲しくって、でもこれしかなかったの。やばい、手の甲に塗ったいけど、ティッシュ向こう、へえ、届かない。そう、ずっとリップモンスター欲しくって、でもなくって、やっとこお目にかかれました。あと、しかもこれ見て、これもベンヌのハンドクリーム、これももらいました。なんかついてきたやつ、やばい、いっぱいある。ハンドクリーム、私そんなに手荒れてないんだけどそんなに手荒れてないのにな、いっぱい。どうしまおう、こうかな、よいしょ。ハンドクリームいっぱいです。これもアイブロウも明るめの色を買ってきました。ちょっと脱色したいんだよね。すごい眉毛綺麗、
眉毛綺麗。どうしまおう、どうしまおうって言われて、あと見てください、やっとこれも、やっとこれも、このあざとオレンジが全然なくって、私本当にね、へこむぐらい使ってるんですよ。もう出ないの、ほら。これはもうポイして、ポイするのは、ポイするところはどこに置いてるんだ、私は、ここだ、ポイしてこれをインします。めっちゃ嬉しい、これを撮りたい。これがサムライマック食べたよ、だって。いいじゃん、サムライマック美味しいよね。私も大好き、サムライマック。なんでさ、なんであんなに美味しいんだろうね、サムライマック。うまいよな。舞台用のメイクって役に合わせなきゃ。いやでもなんかそんなこともないらしいよ。なんか自分が似合う色をやればいいらしいけど、でもやっぱりちょっと、なんだろう、ブラウンより黒使った方がその二次元っぽくはなるよねっていう感じです。お、いい感じにしまえてきた、いい感じにしまえてきた。もうすっごい見て、すっごい散らかってる。見て、リップこんだけ減ったんだよ、すごくない？ちょっとリップじゃないものいっぱい、すごくない？こんなに減ったんだよ、褒めてほしい、すごくない？見てください、このリップの少なさ。ここにもリップあったんだけど、すごくない？こんなに減ったの。そう、40本ぐらいあったんですよ、40本ぐらいあったけど、こんなに減ったの、マジで褒めてほしい。マジで褒めてほしい、すごいでしょ、この減りよう。いや、ほんと口は一つしかないんだけどさ、分かってるの、口は一つしかないってことは、私は理解しているの。入らん、これでいいや。よし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 、大変だ。まあリップ、ここにストックしてあるやつはこれだけの量なんですけど、まだね、1,2,3,4,5,6,7本あります。結構あったっていうね。ちょっと持ってくものを減らさないといけないんですよね。ハンドクリームが結構多い。ハンドクリームもしまって、で見て、これスタッフさんからいただきました、見て、チカナって書いてある、6下のやつ、メンバー全員にくださったんですよね。ちょっと喉乾きました。そう、作れるんですよ、6下。そう、あ、でもこれはいいのか、これ、あ、これハンドクリームだ、これハンドクリームだ、ハンドクリーム 1,2,3,4,5 ん？ 1,2,3,4,5,6、 いや、6個もある。6個もある、ハンドクリーム。やべ、そんなに手ないけど、どうしよう。そんなに手ないんだよね。あ、でも、あ、あ、入れ忘れ。手も2つ、本当にそれ、すごいたくさん、清めギフトありがとうございます。嬉しいです。やばい、これ絶対いらないじゃん、捨てよ。
ってこう持ってこう、こっちで OK。 今日またチャレンジでもらえたので、あ、今日またもらえる日なの。じゃあみんなもらってね。カラコン、それな、そこにあのバッグに入れてある。カラコンはもうね、明るめのやつはね使い終わったから、あとはお気に入りのやつのみです。髪の毛も染めたいな。なんか似合う ブラウン系の色に染めてみたい。おしゃれなブラウン系の色、今までほんと一つしかさやったことがないから。あー、こいつも入れるの忘れてた。これ捨てようかな、結構時間経っちゃってるし、セザンヌだから捨てよう。で、あ、こいつも入れてない。金髪にはしないです。インナーカラーも入れないかな。そう、プリンはでもここら辺だけだね、まだ。でもね、染めるか迷ってるんですよ。染めたいけどどうしようかなって感じですね。で、持ってくもの、これもぽい。あー、これしまうやつだ。これはしまうやつでした。そうなんだ、今染めても薬がさミックしてるからさ、薬がっていうかウィッグだから染めてもなって。あ、リップこっちでした。そうなんですよ、だからなーなんて思ったりしてるんですよね。そう、このさ、多分女の子ならわかるんだけど、このメイク道具のカチャカチャ音が好きなの。わかる人は女の子にモテます。知らんけど。よいしょ。よし。わかる、だって。いいよね、このさ、メイク道具見てる時間も好きなんだよね、私。コスメ好きなんですよ。でもさ、このさ、量に収めてんのすごくない？本当に。マジでいっぱい断捨離した。これでもかってぐらい断捨離しました。あとこれも使い切りたいからちょっと持ってこう。開封イベの音が好きだよね。ああ、わかるわかる、それはもうコスメとかいろんなものに対してもそうですよね。わかります、めちゃくちゃ。で、周年はどういうのにしようかな。メイク、せっかくリップモンスターゲットしたからさ、持ってく？使っちゃう？せっかくしまったんだけど。顔は一つしかないよ。そうなんですよ、顔は一つしかないの、分かってるの。分かってるんだけどね、ちょっとね、アイブロウちょっと明るめにしてみようかな。でもな、どうしようかな、迷っちゃうね。アイブロウ明るめにしてみようかな。誕生日にプレゼントでもらう、なんちゃらになりそう。なんだなんちゃらが気になる。どう思う？超絶可愛いちかなさんに10日会えるの楽しみにしてます。いや、頑張んないと。誕生日でめっちゃコスメもらえそうだね。そう、あ、やばい、これはもう捨てる。そうなんですよ、誕生日プレゼントってメンバーからはやっぱりコスメとかが多いですね。でも嬉しいんですよ、コスメって。あと新しくコンシーラーを新調しました。アンドビーのファンシーラーってやつですにしました。今さ、エトボスのやつちょっと使ってたんだけど、
もうだいぶ古いからやめようと思って。私あんまりね固形のコンシーラー使わないんですよ。でもなんか私のさ、ここのクマ隠すのってこういう固めのコンシーラーだとちょっとねよれてきちゃうんですよね。そう、固めのも 液体のもそうなんですけど、だからなんかそういう時ってコンシーラーとファンデーション混ぜると馴染みやすいっていう風に聞いたんで、あ、ファンシーラーにしようって思って新しく買いました。買っていくのが大変だな、いろいろ。古くなるとやっぱりお肌にも良くない感じ？そうね、お肌にも良くないですね。食べ物と一緒でコスメにもちゃんと使用期限っていうものがあるんですよ。だから使用期限、その賞味期限が切れてない牛乳を飲んでるか、賞味期限が切れてる牛乳を飲んでるかの違いですそう、わかりやすいでしょわかりやすい説明しちゃった。だからあんまり良くないんですよね。よっ、わかりやすいでしょ。いやー、ね、いかない一緒でこうかな。で、目の下のキラキラってグリッター最近つけてないんだよな。グリッター一枚持ってこうかな。これいる、これいる。最近はなんか淡いナチュラルな感じのリップを使うことが多い。この2つ、これリリミューの03番と告白ピンク、この組み合わせが好き。あと乾燥、やっぱティント系って乾燥してくるから、これ最近ロム&の00番のグロス、グロスってあんまり好きじゃないけどちょっとはいるなって思い始めた。この持ってかなくちゃいけない、はあ、すごい諦めがたくさん、ありがとうございます。商品によって使用期限の長い短いあるある。ファンデーションは1ヶ月で、マスカラとかは3ヶ月とかかな。そう、だからほんと違うんですよ、いろ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 違うんですよね。そう、短いんだよね。でもそんなん気にせず私は使ってますけどね1ヶ月で使い切れるもんなの？ね、使い切れない、使い切れない。だからさ、私さ、ここにさちゃんとね書いてんの、いつ使い始めたかって。これボリュームの方のマスカラで2022年の3月21日って書いてあるんだけど、全然使ってる全然使ってる。1年経ったらやめようって思うけど、1年経つか、そのなんか出具合でだったらちょっとやめようって思うけど、使わない。あ、1ヶ月って言ったら3ヶ月、これ確か3ヶ月、マスカラ3ヶ月です。1ヶ月ってなんだろうね。でもリップとか半年ぐらいなんで、リップ半年か1年かぐらいなんだよ確か、忘れちゃった。そう、これとこれとこれかな。で、あー、これらを入れなきゃいけない。あー、いっぱい入らない。私これどうやって持ってってたんだろう。これ持っていくのやめる？いや、
いけるいける、入る入る。そう、早くダメになっちゃうもんなんですよ。ダメになっちゃうもんなんだけど、そんな早くには使い切れないよね、どう考えても。よし、あ、なんかクマが来てる、ありがとうございます。よしよし、いい感じいい感じ、準備ができてきたよ。でも今日さ、ずっとさ、ずっとノイミーさんのさ楽曲を聴いてたんですよ。ノイミーさんイコーラブさんの楽曲をずっと聴いてたからかもわかんないんだけど、ずっと頭に流れてる遅れ毛も来るんなところ、そこしか流れてない。なんなら久しぶりになっちゃった。全然いいんだよ、全然全然そんな気にしないでね、気にしないで。私だってさ気まぐれでさ配信してるんだから。あ、危ない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 、おしおし、見てくださいこのパンパン、パンパンだけどなんとか収まった。全部使うよ多分、使うもんしか入ってない。入れた入れた、全部入れた。会場でずっと流れてた、いいなぁいいなぁ。私もイコラブさんの衣装着たいよ。蓋閉まる、閉めるの、蓋閉まるとか、ね、閉めるんです、こういうのは。あ、ほら見てしまった。ここはしょうがない、閉まりました、パンパンです。いやもう見て、これは閉まってるから、ほら閉まってるの、ちゃんとちゃんと閉まってるんです。どれぐらいメイク入ってるのか、結構入ってるよ、もうずっしり。これがね重たいんですよ、これがマジで一番重たいかもしれん。でもほら重たいかな、これ多分大丈夫。あーでもあれかな、待って電池変えとこう、それで殴られたら血が出そう、出るかも。あ、炭酸だ、炭酸の電池、あそこかな、炭酸の電池どこやったっけ、誰か炭酸の電池ください。炭酸、これ炭4だった、ここにあったの、炭酸の電池だ。サイリウムの電池切れてます、目の前に3本あります。炭酸だ、やばい、蓋閉まんなくなっちゃった。えい、はい閉まりました、じゃーん。最近炭酸使うの珍しい、え、本当？炭酸の電池使うけどな。で、これを忘れない、これとこれとこれでしょ、で使うのをまとめとかないとさ、持ってくものとか、これ、あ、これじゃない、間違えた、あ、やばい、洗濯機に呼ばれた、閉まってね、閉まったんだよ。じゃん、なんかね届いたんですよ、私多分なんか応募してたのかな、アットコスメか何なのか分かんないんですけど、なんか当たって、ディオールの美容液がなんか新作のやつ当たったのでお送りしますっていうので、そうサンプル当たった、すごくない、ディオールの高いよ、嬉しい。最近だからそういうのでなんかしのいでる、しのいでる、オッケー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 、これ持ってくる。あ、やばい、見て、リンスのチョコレート食べ過ぎ問題、目の前にある食べちゃう、私は運気が爆上がり中、え、かな、今年なんかすごくない、
今年なんかすごくない？ねえ、すごいよね。爆上がり中ですかね。リンツリンツリンツ、あ、これはおでく、あ、これゴミ袋にしちゃえばいいんだ。あ、でも紙袋ってもったいないよね。紙袋ってもったいないよね。紙袋もったいないって思っちゃう人なんですよ私。やばい、3番おみくじ引いたら大吉だな。ひょっとしてマックとチョコとアイスしか食べてない。大丈夫です。今日は鍋いっぱいの鍋を鍋いっぱいの鍋ってなんだろうね、鍋食べました。本当にこういう鍋表してた。なんか私のずっと使ってる愛用してる鍋があって、なんかご飯も炊けるし揚げ物もできるし、なんか煮るもな、もうほんと8役できるような鍋があるんですよ。土鍋じゃなくて、それで本当にいっぱい作ったんですよね。そしたらそれをペロリ食べてました。そう、万能なんです。揚げ物したことないんですけど、そう、片手の、いや取っ手が取れるんじゃなくて、なんかな、な、な、忘れちゃった、なんちゃらかんちゃら一言も合ってない、なんちゃらかんちゃら。あ、これゴミだ。これも持ってく。これもクッカーってやつ。わかんない、なんだろう。あ、なんちゃらポット、そう、なんちゃらポット、なんだっけ、あ、マルチポット、それ。あ、なんか入ってる。待って、カバンから炭酸と炭4の電池出てきたんだけど、なんでなんで、ありがとうなんだけどさ、なんで私入れた覚えないんだけど。何、私運気爆上がり中ですか。何、なんか入ってる他に。何私なんかすごいよ。ずっと愛用してるこのアニエスベーちゃん、かわいい。アニエスベー大好き。そう、でも運気爆上がりしてるんだったらさ、宝くじ当たるよね当たんなかったんですけど、なんでなんでお肉の食事券、まあそうですね、それ当たりましたけど、これ使える乾電池、ちょっと一回温めてみよう。ホットビューラー、ホットビューラー、すぐあったかくなったらすぐあったかくなったら、これは新品です。たまんない。これ私は使い終わったやつを入れたってことですか。ちょっとしばらく見てみよう。すごい判断の仕方。どう判断するの。紛れましね。あったまってきてる。このスピードは新品です。もったいないから切りますアニエスベー派になったって。
他に試すものないの、ない、これで上がるんじゃない、ちょっとあ、でももうもう今上げてどうするんだって話なんですけど今上げてどうするんだって話ですよね。やめたおしおしよ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 し、あ、あ、わかる、寝るだけなのに、寝るだけなのに、これを充電して、アイロンはいらない、これもいらない、これは捨てる、あ、あ、どうしよう、待って、どうしよう、iPad 持っていきたいんだよな、 iPad でも重たいんだよね、でも iPad あるとな、ちょっと便利なんだよな、どうしよう、この鏡を持っていくでしょ、台本を持っていくか持っていかないか迷うな、でも持っていきたいけど、 iPad を持ってって台本持ってくのやめよう、で iPad で台本読めばいいや、いい感じになってきたぞ、いい感じになってきた、iPad に台本ある、そうあるんです、でもさ、私使ってる iPad でかいんですよ、私紙派なんですよね、で紙で使ってるけど、なんかもしさ今後さ、あの舞台ね、本当にいっぱいもういくつも抱えてますみたいな感じになったら、 iPad でこう見るようにしようって思ってるんですよね、でちっちゃい iPad がいいかななんて思ってて、なんか皆さん iPad を使ってる方が多くて、そうで大きい iPad 使ってる方もいるんですけど、片手でこう収まるぐらいの iPad 使ってる方がいるから、そう、なんかそっちにいつかしようかなとか思ったりしてる、でもなんかよくわかんない種類あって、わからないからあれなんですけど、こんばんは、秋お目がたくさんありがとうございます、iPad mini が小さいやつ、へーへーってちょっとそうなんだ、あとは化粧水と乳液とクリームくらいかな、こんばんは、それぐらいかな持ってくのは、今日もお仕事お疲れ様ですだって、お疲れ様です、スマホスタンドを入れました、スマホスタンドはいいかなって思ってる、でもなんかさ、スマホスタンドにもなるようなさケースに変えた方がさ楽かなとか思ったりしてるんですよね、でも別になんかそこまでなんか新幹線移動とかないからいいか、寒さ対策、そうね、寒さ対策、あ、明日のそうだ、入り明日、ん、私は
どこに泊まるの？私はどこに泊まるんだろう。帰るのかな。周年出ない。そんなことないか。あれ？あれ？あれ？承知しました。笑いって書いとこう。事務所マネージャーさんから LINE が来てました。ショールーム一瞬見ましたって今日は柵のお酒を飲みましたって。なんだ柵のお酒ってなんだろう。マネージャーさんが見に来てくれたって。マネージャーさんマック好きだからさ。いやーマジでマックの値上がりがきついよ。お父さんともさ電話したんだけどさ、きついねって、やだねって言ってた。あ、おやすみメール、やばい、ちょっと待って、おやすみメールだけはちょっとちょっとごめんね、今写真撮るね。オッケー。やばいやばい、4日と8日の舞台に行きましたって。嬉しい、ありがとう。見つけてね、この姿ではいないから。アイドルの裏側、アイドルの裏側、みんな覗いてしまったな。こんなになってるんだぜ。なんですかこれ。あ、楽天か。楽天ってさ、楽天で買い物した時って楽天から来るんじゃなくてさ、その楽天なんだけど、出品してるメーカーさんから来るじゃないですか。だからえっていうのとかあったりするよね。ショップからね、そう、ショップから来るんですよね。わかる。あ、清めギフトありがとうございます。そう、自撮りで一瞬でお顔を作れるの、作れるのさすがだって。本当？さすがですか？さすがに、あ、足こうやってこうやって撮ろうとしたんですよ。こうやってやって、こうやって撮ろうとしたけど、さすがに映るって思って足閉じました。これいや、あぐらじゃないんですよ。何？体育座りの足を広げてるバージョンみたいな感じにしようとしたんだけど、ちょっと足、膝と膝がくっついてないって、そう、足開いてるって思われるなって思ってやめました。
ありがとうございます。いいねもありがとうございます。この明けおめって11日までだよね。9、10、11、あと3日でできる？できる？だって 3日で達成できるかな。すごい、明けおめありがとうございます。無料の明けおめを待ってる方、ぜひ無限回収してます。やっと10万ポイント、やば。ちょっと待って、テロップ変えよう。あっ、よいしょ、 OK、 無限回収。七草がゆ食べてないです。あ、すごい、無限回収中ですオタク用語、無限回収中でございます。ありがとうございます。回収な、何かあげなきゃいけないですね、私から。な、何あげればいいあ、すごい、ナイズどれしてぐらいになって言っちゃった。あー、なんか明けおめハッピーニューイヤー、イエー、ありがとうございます何とトレする。お開運大吉だ、ありがとうございます。な、何がいいですか。あ、ハンドクリームどうですかハンドクリームなんてどうですかちょっと今いっぱいあるんで、ハンドクリームどうです。あとパックとかいっぱいありますけどお肌ツルツルになっちゃいますけど、どうですあ、確かに、求む明けおめ提供欲しいですね、確かに私はメールを書こうとしてるのわかる劇場のロビーに置いてもらえば、もらっていきましたって面白い。生誕祭はいつ予定されてたっけ。生誕祭はまだです、まだです。おお、開運中吉、ありがとうございます。みくじありがとう。ご自由にどうぞ、ご自由にどうぞ。ねえ、あー、なんか赤の方の明けおめ起きちゃった、ありがとうございます。すごい、もう3000でいってる、びっくりしちゃった。え、7周年ってこと。清めありがとうございます。おみくじ、お、中吉、ありがとうございます。いいんだよ、私は一番は無料の清めが好き、うん、ねえ、こんばんは。ああ、お部屋も片付けなきゃいけないし、やばい、お腹鳴りそう。
腹鳴りそう、お腹鳴りそう。たこ焼き食べたい。あー、清美ありがとうございます。なんかたこ焼き食べたくなっちゃった。たこ焼き食べたいな。あのね、銀だこを食べたんですけど、年末に。そのね、やってた明太子のおやつがめっちゃ美味しくって、なんか4パック買ったんですよ。8個入りの4パック買って家族4人で食べてたんですけど、私だけ食べ終わるの早かったんだよね。お父さんに早って言われたの。どうしよう、お父さんより食べるの早かった。はい、そう、明太子のやつ美味しいよね。美味しかった、美味しかった、本当に美味しかった。あの銀だこの明太子のねやつがやってたんですよ。たこ揚げだって。でもさ、あの周りがカリッてしててさ、中トロッとしてるたこ焼き美味しいよね。だから私本場のたこ焼き食べてみたいの。大阪行きたい。大阪行きたい、たこ焼き食べたい。あとあの有田焼きなんだっけ、あのたこ焼きがさ、なんか汁に使ってるやつ、有馬焼き、有、わかんない。いや食器食べようとしてた。明石焼き。やばい、私前もこれ間違えたよね。明石焼き食べたいな。似てる、有田焼き、有田焼きと明石焼き似てるね。ね。おもろいって言われちゃった。歯が強いね。すいませんね、歯強いんですよ。心も強いです。有田明石焼きにはタコ入って、タコ入ってないの、なんで、え、なんで入ってないの。あ、入ってる、あ、入ってるのと入ってないのがあるんですね。なるほど、よし、黒。でもまあ入ってるところと入ってないところがあるところですよね、きっとね。チラッとって、いやー、やばい。なんかさ、鍋食べたのがさ15時ぐらいで15時ぐらいに食べたんですよ。そう、今日はちょこっとだけだったんですけどね。そう、それでで
で、そっから18時に18時に雑炊を食べたんですよ。確かにそれはお腹すくか。カフェでフルーツサンド食べてるな、だって。え？アンドカフェ？3期の公演行ってたの。あ、あきおめがたくさんありがとうございます。いや、アイスでもアイス食べたんですよ。その締めも食べてんの。美味しく、すごくない？美味しくいただいてるんですけど。はあ、そう、皿を食べるんだから鍋も食べるぞ。食べませんよ、お皿は。探偵かって。探偵でもしようかな。あれれ、おかしいぞ。だって僕はでれれれ。え、何？パルムのレモン香るチーズケーキ味。やばい、味が味になってる。魚の味になってるよ。知ってますか？知らない。そんなのあるんですか？俺は工藤新一。やばい、なんかルバーみたいなになっちゃった。高校生探偵の。やばい、新一っぽく言いたかったのに、なんかルパンみたいになっちゃった。ドッツァーンって。やばいやばい。夜はこれからだよ、わら。わら。ふーちこちゃん。ふーちこちゃん。私あれ、ルパンとコナンの映画が好き。これ分かる方いるかな。ルパンとコナンの映画って面白いんですよね。そう、あの次元とコナンの絡みが好きなんですよ。コナンがパパーって言うの。パパーって言って、そうそう、俺パパじゃねえって言うの。そう、そのね感じが好きですね。前にやってた。ということで、ちょっと男女読もうかな。13位とむねこさん、13位とむねこさん、12位 N さん、12位 N さん、11位、カブさん、11位カブさん、10位イカちゃんさん、10位イカちゃんさん、9位成下さん、9位成下さん、8位マイクさん、8位マイクさん、7位鈴木秀勝さん、7位鈴木秀勝さん、6位、マロンさん、6位マロンさん、5位アキラ先生さん、5位アキラ先生さん、4位ペンギンさん、4位ペンギンさん、3位かわちゃんさん、3位かわちゃんさん、2位佐藤塚さん、2位佐藤塚さん、1位りなおさん、1位りなおさん、ありがとうございます。はい、あ、そう、スカイツリーだか東京タワーだかのガラス割るんだよね。12発でいける、バン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 って言って、そう、コナンが飛び込む、あの連携プレーが好き。そう、おじさん、ここおじさんだっけ、なんだっけ、
この窓ガラス割れる。何枚ガラスだみたいな感じ。2枚だけ何だかつって言って、12発でいけるって打つんですけど、そこのシーンが好きです。私はスカイツリー登ったことあります。1回うんだけある。よく覚えてるね。好きだからかもしれない。好きだから。そう、一回だけスカイツリーに行ったことがあります。東京タワーも一回だけある。東京タワーは修学旅行の時なんですよね。スカイツリーはなんかの案件の帰りに行ったんですよね。そう、そうかな。キルフェボン食べたい。キルフェボンだっけ。そう、修学旅行懐かしい。やばい、その話はやめよう。キルフェボンなんて言ったらお腹空いてきた。もう配信やめます。男女読んだし。ということでありがとうございました。明日配信夜かな。うん、ちょっと朝はできなさそうなんで。キルフェボンっていうね、タルト屋さん、高いタルト屋さん、はい、ということで、そう、忘れ物に気をつけます。ということでありがとうございました。また会いましょう。ルームみんな早く寝るんだよ。あ、そうだ、洗濯物、ありがとう、忘れてた。私洗濯物も干さないとね。ありがとう、またね、バイバーイ。